今回はですね、渋谷のハルコに来ました。来ましたね。なんでさ、こんなところに来たかというと、今回はレッドウィングの新店舗、渋谷パルコ店にあるということで来たんですけど、うちらみんなさ、レッドウィング大好きじゃん。大好きですよ。みんな入ってきてる。みんな入ってきてる。今日。見えないけど。そう、うちらに行ったって、まあ、中学校から入ってて、まあ、こっちの人たちはもう30年選手ぐらいだよね、絶対ね。そんぐらい好きなんですけど、去年5月に、まあ、レッドウィングの青山店行きまして、うちら買ったじゃん。買いました。その時は広沢さんいなかったんで、いなかった。ボブさんとチャイナで買ったんですよ。それを今日履いてきてます。はい。まあ、1年経ったらさ、結構経年してるじゃん。そうだね。で、ブーツといったらもう経年変化じゃん。そうね。それを見せに来ました。うん、渋谷パルコ店の方々に見せに行くと。いや、いたけどね、本当は。あと新店舗、まあ、うちら来たことないから、まあ、どうなってるのかとか、楽しみ楽しみ、すごい楽しみなんで、もうすげえ興奮してます。まあ、前回さ、うちら貸し切りでやったじゃん。今回もなんと貸し切り。貸し切りです。すごいね。最近行くとこ行くとこ貸し切りですね。ありがたいですね。ありがたい、本当に。今日流暢だね。じゃあいつも練習してきた。しゃべりが今日なんかさ、隣で聞いてさ、なんか悠長にしゃべるなと思ってさ、レッドウィングだから練習してきた。そうだから、昨日一日練習してきた。やればできるよっていうね。なんか全然違うからさ。早速行きましょうか。行きましょう。はい。あー、マジで全然入る隙間がなかった。着きました。着きました。5階です。5階ね。もうすげえ、もうテンション上がってます。上がってんね。どうなんだろうこれ。もうちょっとじゃない？ね、あった。あったあったあった。あった。レッドウィング。もう着いた。もう待ってる。あ、いた。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。はじめまして。はい。渋谷パルコ店店長の住野と申します。はじめまして。レッドウィングジャパンの川口です。初めて見ればまあまあ裏ではお会いしてる。動画的にはね。動画的には初めてお伝えしてます。小さいの時はお世話になりました。すげえお世話になったね。関と申します。お願いします。お願いします。すごいですね。なんか全然青山店とは違う。そうですね、もう全然コンセプトが違うんですけど、あとこういう藁とかも見ていただく、これまあリアルな藁なんです。あ、そうなんですね。まあ、ミネソタ州にあるんですよ、レッドウィング、まあ、レッドウィングシティって街の名前がそのままブランドの名前になってるんですけど、まあ、ミネソタ州ってやっぱあの農業とかもすごく盛んなエリアなので、昔からその農業とかそこに住んでる人のライフスタイルに密接にやっぱりつながってたブーツなんですよね、僕たちのブーツって。そこの原点もあのフィールドを感じてもらいたいようなコンセプトで渋谷パルコというのは運営してます。でも若い人そういうの知らないですもんね。そうなんですよね。伝えたいですよね。はい。僕は。で、歴史はやっぱりそのアウトドアとかもすごく皆さん興味持ってる方多いじゃないですか。まあ、実際されてると思いますし、その辺も身近に感じてくれる場所、このフロアがアウトドアフロアになるので、そういったところもちょっと他の企業さんも含めてこれからアピールしていければいいかなっていうところですよね。これは昔のポスターなんですか？そうです、企業ポスターだったりとか、あの実際の本当工場の背景だったりとか、カタログで使われてた昔のクリエイティブ、そういった歴史的なクリエイティブをこう貼り合わせてる、まあ、アーカイブウォールって言わせてもらってるんですけど、まあ、110年以上の歴史になるんですけど弊社が、その昔からこう培ってきてる、でも実は変わってないよねっていうものがたくさんあるので、これがすごいよな。はい、物が一緒だけど取り方変わると全然こんだけ伝わり方も変わるっていうのもこう体感していただけるスペースになってます。セッターの馴染みありますよね、これは。皆さんね、特に日本の方は、ね、ですよね。僕これがやっぱり、そうだね。僕はこれが好きで、そのセッターのワンちゃんめっちゃ可愛いですよね。が可愛い877のシャフトにパポって入ってるっていう、これめっちゃ可愛いですね。再販とかしないですか、ポスターみたいな。それはちょっとあの上に欲しい。確か欲しい人いるよね、めっちゃ。あの方はやっぱ履いてらっしゃるんですかね。もちろん履いてますよ。履いてるんですか。アイアンレンジャーに近いスケールのものですよね。かっこいいな。ギルスカいいっすよね。ギルスカいいね。やばいっすね。青山店に去年行ったじゃないですか。はいはいはい。で、このブーツ買ったじゃないですか。はい。ボブさんがやばいんだよね。ボブさんは週2、週2、週3履いてるから、めちゃくちゃリアルワークな履きこなしをしたのが目に見えてわかります。やっぱそうですよね。これやばいっすよね。やばいっすね。もう本当に
すごいっすよこれ。これどんぐらい入ったんですか。いや週2、まあ、週3の時もあるし、まあ、まあ1日2日は休ませるんで、やっぱり水場含めガンガン入ってるって感じですよね。でも休ませないとやっぱりね、まあ、そうですね、うん、いやこれすごいっすね。やばい、ボンさんの多分タフな環境で履けるようにちょっとオイルも気持ち多めにやって、だってうちらの畑とかの動画あるんですけど、はいはいはい、普通に履いてるんですよ、ボブさんいつも毎回畑で。ちょっと俺個人的にはツヤ感がなくなってきたんで、はい、どうかなと思ったんですよ。ここ もちょっとツヤ出したい。奥と表面の色目のがちょっと違うんですよ、うん、そうそうそう、うん、それを楽しんでもらうには、うん、色付きのクリームとかよりは、うん、やっぱ透明なオイルでこのまま、うん、このまま走ってもらった方がいい。あ、そうなんですね、うん、全然変わってきちゃったからマットになって、もうちょっとツヤ出すか色補色かなって勝手に思ってたんですけど、いやこれ絶対このままのかっこいいですよこれ。そうなんですね、いじんない方がいいっすよこの辺。ほらツヤまだあるじゃないですか。なるほど、そうこれが結構俺好きだったんですよ、この感じが。このぐらいのこれエボニーハーネスだと、そのちょっと皮が、ね、エボニーハーネス奥と表面で色目がちょっと違うところ、うん、写真までじゃないんですけど、うん、そうそうそう、でもね、うっすらこう出てきたんですよ、はい、で黒でもなく焦げ茶でもなく、うん、そうそう、これが良くて、うん、そうこの具合をキープするには補色しない方がいい、うん、はい。あ、本当は毎日飽きたいんで、もう一足買おうかな。ぜひ、ね、ローテーションで。だってこう、そうですね、ケントの、うん、すごいっすよね。これでも青山来ていただいた時に、うん、もうエイジング進んでるやつ欲しいっておっしゃってました。でも、ね、完成しましたよ。完成しました。ね、完全。いい感じだね。ありましたよね、あっちに。うちの店長履いてるやつあります。あ、それそれか。うん、彼も二足やっぱり。あんまり履かないですか。もうその一週間で。あ、そうですね。はい、このツヤやばい。やば。ここのとこ違うわ。ここまでテカるの。つま先の光沢が表面してます。本気出せばこのぐらいまで光りますよ。光らせば光れますよっていうのを。だってちょっと触ってみてください。全然違う。わ、すごい。こっちだってボコボコしてるもん。うわ、これすごいな。うん、すごいねそれ。ね。ここもすごいもん。本当中がすごい。この経年がかっこいい。かっこいいなそれ。リアルにあるんです。ね。いいわ。恥ずかしい。これでもすごいわ、かっこいい。これかっこよくなってる ね、うん、まだだねじゃん、ケントは。まだだね、全然これからっすね、うん、これからだよ、うん、次タクト、うん、タクトかどうですか。めちゃくちゃいい感じですね。ちょっとワークの匂い入ってるじゃないですか。そうですね、ちょっと傷がはいはい、はい、傷はもう気にせず履いてますね。しないで履いてもらえることが僕たちもやっぱりちょっと嬉しいというか、うん、いろんなところで履いてもらいたいブースなんで、うん、でもブラッシングとかすごい綺麗にされてます。ブラッシングはしてますね。クリーム2回かなぐらいしか入れてないんで、見るからに柔らかくなってる感じだね。そうですね、柔らかい。もう初めの1ヶ月とかもう歩くだけ痛くて、結構で結構頑張って今もうずっと歩けますこれで。触って分かるもん、この柔らかさが、うん、くるぶしのところが、うん、自分のくるぶしとか、うん、出始めてますね。そうですね、この辺がいい感じ、シワがね、うん、できてきて座ってきたけど、完全に自分の足になった感じです。そうですね、でここの曲がるとかも全然風なくいけますね。初めだけ ね通ずれしちゃうんですけど、それ超えちゃえば、ね、そこ超えないとね、うん、新品がボトムラインなんで見た目も履き心地も一番ある意味最悪な状態から自分で作っていく楽しみがあると思うんですよ、ね、俺らもうファッションは我慢みたいな世代だから、ね、そう、俺こそ革ジャンもね、そうそうそう、もう鎧着てるみたいでそこ超えないとねっていうのをね伝えたいですよね。デニムなんかも履いて寝てましたもん、うん、ね、わかるわそれ。そう、完成形見ちゃうとね、ちょっと頑張ろうかな、うん、確かに。ロブさんのこれ新品は今ないでしょ。これを全然違うよ、やば、あ、全然違う。こんなシワなかったかな。だか去年5月に出てるから1年経ってないもんね。経ってない、1年経ってなくてこのエージェンやばい。記憶がないよ俺。だってこれこんな貼ってました。貼ってましたよ。こんなに貼ってました。いやなんかその記憶がないんですよ。いやでも1年経ってないで、俺自分でこんな全然違うじゃん、高さが。本当にすごい高さが、フォルムが違うね。よく買ったよね俺この状態なんか逆にこれ箱すぎるからね、確かに。すごいリアルワークだね。サイドオーバー好きなんだよね。いいな、これが欲しい出たそれ出ましたね出た昨日もこれ入ってくってんで一杯飲んじゃったのこれでこんなんだったかなもう一回買いますか、ね、プライベート用に。いやいや、ね、からどうケントそれ欲しいんでしょ。分かる、真面目にそれ以外にたくさんいる、うん、ありますから、ね、見ましょう、見ますか、見ましょう、ちょっとでも、もう我々はもうレッドウィング歴30年ぐらいですよね。これですよ最初買ったの。もうそうですよね、だ90年代初頭ぐらいかな、はい、もうレッドウィングって言ったらだもんね。そうなんですよ、うん、そうだからね、未だにあるんですよ家に。あるんですか。あるの。
もうね20年ぐらい箱から出してなくてそのままのやつがあるんですよ。やばいっすよそれ。2箱ぐらい怖いな。本当に20年ぐらい見てない。レッドウィングの箱に入れて そのままずっと保管して、はい、置きっぱなし。どうなってんのかなと思って。すごいことになってるんじゃないですか。それ1本取れますね。確かに、まあ、持ってきてもらって今度持ってくるか。じゃあみんなで開封動画してみたいな。もしかしてモザイクかけなきゃいけないカビだらけの可能性もあるからね。そう改めて見るとやっぱりこの定番ですもんね。そうですね、やっぱり、はい、でもここに原点で帰ってくれる方が本当に今、多いんです。だ私みたいな人多いんじゃないですか。だから昔履いてて、まあ、手放したっていう人も多いでしょうし、はい、あとその逆に、うん、昔のあの時のブームの時にどうしても買えなかった方々、あそうだ、ね、なるほど。なかなかやっぱり、はいはいはい、お金がなくてとか、はいはい、いろんな諸事情で買えなかった人がやっと買えるようになってきて、うん、だそれこそだから私ももう10代の頃ですよね。それこそやっぱ渋谷で買いましたもんね。なんかバイトして頑張って貯めてっていうパターンじゃないですか。そう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 、大体の方がもう大体バイトしてバイト代を1日で使ってたから、うん、そうですね。服にね、服に。いやだからなんか感慨深いというか。いや本当そう、うん、その時なんですこれですか。確かこっちなのこっちの色だったような気がするけど、ね、そうですね。それこそだってこれに黒を塗ったのとか出てましたもんね。なんかね、へえ、ね、なさすぎてだから買えなすぎて本物が、うん、そうでバレちゃうじゃないですか。もちろんこれの原型がこっちなんで、うん、まあまあ、全てはこっから始まるっていう感じなんですよね。ちょっと後で履いてみたいな。限定関係で、ね、履いてみましょうよ。ちょっと昔の感じで、ね、これは2周目です。出ましたねこれ。出た。結構マジなんですか。そうなんです。ちょっとだいぶ色抜けちゃってるんですけど。すごいいいね。同じ革なんですよ。って言われないですか。いや、売ってないですよ、これ。欲しがる人いますよね、絶対。欲しいっていう人多いですね。ですよね。売ってないですよ、これ。なんか作ってなかった渋谷バルコーのオープンの時は、ちょっとだけ作ってた。あ、ほんとですか。欲しかったらね、それ。欲しかったらね、行ってくれないから。買いに来いって。わかりました。もう必ず連絡します。そういう時既読するなんだろうな。いやでもこれもう20年ぶりだよこれ。8-7-5 両足ちょっと買いたいかな。では片足ずつですね、足乗せていただいて紐を通しちゃいますね、はい、しかも今日のパンツのちょっと新鮮でいいじゃないですか。ねフレンチワークに。うわすごい手さばき、いい ね, ね職人ですね。締まる感じで気持ちいいんだよね、これね。これ気持ちいいんだよね。締まったけどね、気持ちいいでしょ、うん、この靴を履かせてもらうって贅沢っすよ、ね、初めて。でも、デジョ、これやってる僕らも気持ちいいよね。気持ちいいですね、はい、あ、そうなんですね。互いに、はい、あんまりすごいですねって言われると疲労濃くなるんで結構言われませんこれ。結構言われるんですけど、はい、個人的にはちょっと見ててほしいなっていう。はい、やっぱりこの感触、思い出したよ。10年前早くやってもらいたいよね、こちらね。わかるよ、見てて気持ちよさそう。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。どうですか。いいね、久しぶりに。かっこいいっすね。あ、いいっすね。かっこいいっすね。二十数年ぶりに久しぶりに。いいね。ねえ、でも、ね、マジあれですね、今日これありっすね。ありっすね。この合わせかっこいいね。この合わせ、まあ、ちょっとお買い上げですか。はい、ありがとうございます。いや、まずは家にあるやつをモザイクになるかもしれないですけど。いやでもね、いい、やっぱりいいです。定番だけあってやっぱいいですね。本当に。もう本当手入れ次第でね、何か楽しめる。うん。経年変化してたあるんじゃん。そうですね。これがちょうどこれも僕の。結構でこんなの色ですか。全く。ちょっと濃くなった。あらま。はい。これは手入れなんか使ったんですかその。手入れは基本的にはブラッシングと、で半年に1回オイルを。半年に1回ぐらい。そのぐらいで。みんな濃くなるんですね。濃くなりますね。かっこいいね。これ2年ぐらいですかね。2年ぐらい。はい、まだまだここから。そうです。僕2足これ持ってて。さすがです。レッドウィングさん。2足は倉庫の方にあるんですけど。店長どんぐらい持ってるんですか。今50層ぐらいあるんですよ。うわすごい、はい、いやこの人もっともっと持ってる。いや僕も多分50層かな多分。どこ置いてるんですかもうそれ。すぐ下と、まあ、あと家にちょっと置いてるから。いやでもやっぱり久しぶりに本当取り入れたくなります、ね、わかります。そうです。うん、感じでいい。いやめちゃめちゃいい。いやなんかこう若返った気がする。新鮮ですね。青春が蘇る。広沢さんが875じゃなくて、うん、俺877がちょっと気になってるんですよ。なるほどね。そうこっちですね。そう長い方いいよね。これが一番あれでしたっけ、初めというか歴史が古いですよね。古いですよね、うん、1950年代ね。なんか当時女の子が結構履いてたイメージですね。俺90年代なんかおしゃれな子がこうちょっと長めに、俺の中ですよ。なんか多かったですよね、ね女性の方でも愛用していただいてる、うん、でこれも女性の方も最近、うん
また買いに来る方すっごい増えてるんですよ。あ、そうなんですね。なんかこの微妙な丈感あるじゃないですか、はい、あれがロングスカートとか合うんですよね。ねえ、そう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 、見上げすぎですよ。いやいやいや、当時好きだった子が履いててそう、なんか思い出しちゃったっすね。入っちゃうっていう、そうそう、なんか、うん、ロング丈初めてなんですよ。ロング丈初めてなんですよ。足のサイズ測ってます。あ、はい、お願いします。これサイズって全部来た人は全部測ってくれるんですか？基本的にそのいわゆるビギナーの人は、うん、測りますね。で持ってるけど測ってほしいっていう方も結構いらっしゃるんで、うん、これまた、はい、そうね、その場合は測らせていただいて、まあ、アドバイスですね、はい、右足にまず乗せていただいて、で一度お立ちいただいてよろしいですか？こちらは足はスリッパ履いたくて大丈夫なので、はい、でかかとを後ろにぴったりですねつけていただいて、結構足は細いですね、うん、足長がまあ8ハーフで C なんで、はい、はい、でベックマンはどのくらいですか？7ハーフで全然大丈夫だと思います、はい、であとは左右で足の大きさが違う方がほとんどなので、はい、1センチ以上違ってますか？あ、そうですね、こっちセブンハーフですね。そうなんですよ、左のがちっちゃい、左のが1センチがちっちゃいです。で、まあ、D と E の間ぐらい、はい、じゃあまあ大丈夫ですか、ね、大丈夫ですもんね、はい、合ってますね、はい、まあ、どうしても大きい方にサイズを合わせていただかないと、ね、はい、つま先ぶつかっちゃってちょっと痛くなったりもするんで、うん、右足を、はいはい、基準にお考えいただいて、はい、お願いします。それってワイズとかもう全部測れるんですよね、それ？あ、一応測れます、ざっくりなんですけど、うん、はい、そのまま走れていただいて、途中で、はい、結構引っかかると思うんですけど、結構強めに踏み込んだって大丈夫です。なんかエンジニアよりは短いんですか？エンジニアよりは短いですよね、はい、この感じよ。あ、もう気持ちいい、気持ちいい、1回目の終点早っ気持ちいい上まであるから結構 ねタイトに縛る、うん、そうですね、大体2個分けぐらいで、ちょっと最初は、はい、ちょっとこの辺ストレスになってしまう方が多いので、まあ、1個分けか2個分けか、はい、が一番、まあ、最初は気持ちいいかなと。ちなみにレディース企画っていうのはあるんですか？あります。50万っていうコレクションが今あるので、同じ形で、はい、ちょっと軽くて、そうです。で皮も軽い、ちょっと薄くしてるんですよ、はい、あまりこう負担がかからないように。見た目全く変わらない、ほぼ一緒です。はい、またネタしました。おー、できました。うわー、かっこいい。こうやっちゃうとね、広沢さんと、まあ、一緒なんだけど、同じなんだけど、ノーラップして履くと負けパン見せた方が横から見る、ここからのシルエットがね、そうね、違うね、ここがね、この本当ね、ストレートの、あ、なるほどね、前はこう似てるけど、うん、なるほど、いいね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 、足首しっかりホールドできる、うん、かかともしっかりバチッとはまりますし、うん、履き心地は見た目よりも全然いいと思う、うん、履き心地は確かに本当にいい、そうしてたより全然ホールド感があるってことか、そうですね、うん、それいいわ、かっこいいな、やっぱり。ちなみにこちら履き込んだやつとかあるんですか？ヴィンテージ、はい、うわ、またすごいの出てきたよ。ヴィンテージ？これはやばいっすね。ほとんどディテール変わらないです、ね。すごい。化石じゃないかな。すごいな。すごいね、これ。同じ色です、ね。ただまあ、完全になめし方法とかってやっぱり環境問題で使えない薬品とかいろいろ出てくるじゃないですか。うん、なので、こう全く同じ色ではないと思うんですよ。うん、ハトメが違うのか、シルバーなんか元はどうなんだろう、ハトメも元から違うんじゃない、これシルバーではなかったのか、ね、違いそうだよね。基本的なディテールは、うん、ほぼ一緒ですね、全く変わってないんですよね、うんうん、何十年全部変わってないのか、作り方とか確かにほとんど変わってない、ね、ほとんど変える必要がないんですよ ね、 すよね、だから当時で完成してたってなんか素晴らしいんですよね、確かに、ね、それはね、これいいわ、これで畑とかしたいもんね、確かに畑もキャンプも全部行けるね、行けますよね、タウンユースも、うん、やっぱ竹があるってことは足を守ってるイメージですか？あ、そういうことだ、広いんで、そういうフィールドで履いてもらうってのはリニューアルかなって、そうですかね、いいわ、僕はやっけーですか？ちょっと考えますか、どうしよう、履くと欲しくなっちゃうね、履くと欲しくなっちゃうね、でもまあ今年本格的にアウトドアデビューされると思うんで、そうですね、必要ですよね、必要ですね、必要ですね、いいね、もちろんいいですよね、ちょっと改めてめちゃくちゃいい俺も欲しくなってきちゃった買いますこれ途中で革変わったんですよ、その前のモデル持ってるんですけど、こっちになってから僕買ってなくて、そうなんですね、はい、今50足を持ってないんですよ、そうなんですよ革は変わるんですね、革がちょうど変わったタイミングがあって今のこの現行の革になってるんですけど、元祖的な存在とかその定番のものって意外と僕ら後回しにしちゃうんですよ、
ぱシーズンもので作ったものとか、うん、新しい革だと定番ですもんね、これね。どうなってるか知りたいんですよ、初めて見る革って、はいはい、で履き込まないと僕らも伝えられないじゃないですか、そっち先買っちゃうんですよ。なるほど。なんか875持ってるとやっぱ革一緒なんで、うん、変化が同じ。なるほどね。で何足か回って欲しくなるってことです、うん、だん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 。こんくらいのロールアップがいいかも。そうだよ、うん、そのぐらい微妙だね。ちょい微妙だね。さっきの店長の店長これ入ってましたよね。あーあれかあれか、10年ぐらい入ってるんだ。いやースエードもかっこいいっすよね、うん、これね。いいよね。うわめちゃめちゃいい感じ、うん、この毛羽立ってる感じ、うん、違うもんね、やっぱこの新品と見比べるとさ、やっぱこうやって履き込んで良くなるってね、素晴らしいよね、うん、やっぱり育てるね、うん、まるでぶっ飛びみたいですね。またそこでぶっ込んでくるんですね。あ、来てる青口さん、なんと来てますみたいな。朝ケントに怒られちゃいましたね。出ましたね。ちょっと実はお仕事させていただいたんですね。そうですね、この渋谷パルコのオープン記念で、うん、あ噂のね、あのねノベルティで、ね、まあ、グッドンボディを起用していただきましてね、はい、T シャツちょっとあっちに飾ったんですか。見ましょう、ちょっと欲しかったやつだね。これめっちゃいいじゃん。あ、これだ。そうなんですよ、グッドンボディにロゴプリントさせていただいて、ね、フロントが、まあ、定番の、うん、この色がいいな、ね、うん、プリント擦れてきますよね、洗って。あ、擦れてきます、うん、かっこよくなるよ絶対、うん、このプリントいいね。一色ですか。一色で渋谷パルコはこの色、この色で大阪店がブラック、大阪ルクアがブラックラス、はい、ブラックプリントです。かっこいいね。アウトファッションですね。ほんとかっこいいですねこれね。都会っぽいですね。そうですよね。なんか僕たちのブーツって、うん、今たまたまファッションでは選んでいただいてますけど、うん、ファッションのために作ったわけではないので、うんうんうん、本当にいろんなシーンであの愛用いただいている方が多いので、うん、それも含めて僕たちはやっぱここにメッセージね、はい、うん、ここも原点回帰というか、うん、まあ、変わってないですけどね、うんうんうん、はい、だからね、本当ご使用いただいてもう光栄ですよ。これもう買えないですよね、これ残念ながら。オープニング持ってません。僕は持ってます。じゃあください、これ。じゃあそれも一本。あの赤い人持ってるからね。いや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 、これ僕のですから。じゃあ持って帰って。持って帰られちゃう。持って帰られちゃう。まあまた、ね、新店舗やるときに。なんか新店舗の記念ノベルティでまたお仕事を一緒にできれば。ね、まあでもいつかね、商品化していただいて。いや、すごいぶっこみだね。これもちょっと上の方に。